皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は式の値と等式の変形についてお話します。まず式の値ですけれど、式の値っていうのは文字式の文字の部分に数を代入して計算して答えを求める、こういうことを式の値を求めると言います。では実際に2問やってみます。四角 1x イコール3 y イコールマイナス2の時、次の式の値を求めましょうと。括弧1番は3括弧 x マイナス 2y 括弧閉じ足す2括弧 x プラス y、この問題ですね。この時もうこの状態のままで x イコール3 y イコールマイナス2を代入する人時々います。気をつけてください。これは式をまとめてからですね、文字式をちゃんと整理してから、数を代入すると、こういう風にしてください。まず括弧を外します。前の部分は 3x とマイナス 6y になりますね。 3x マイナス 6y、 これ分配法則ですね。後ろの部分が2と x、 2と y をかけるので足す 2x 足す 2y ですね。これ x の部分は 3x 足す 2x で 5x と、でマイナス 6y と 2y ですからマイナス 4y と、この状態で代入します。 x は3なので 5x というのは 5×3 引く 4×y ですね。 y はマイナスですから 4×-2 とこう計算しますね。そうすると15足すですね、マイナス4とマイナス2をかけるのでプラスになって足す8、15足す8は23ですね。答えは23、このように式の値を求められます。括弧2番、マイナス 6xy 2乗括弧割る 2y と、これ分数の形にしましょうか。分母 2y と、分子はマイナス 6xy 2乗です。約分をします。2と6で2が1になって6の部分が3ですね。これマイナス3になります。で y と y 2乗約分します。 y は1になって y 2乗が y になって、分母が1になって分子の部分はマイナス3と xy が残っているのでマイナス 3xy になります。これで式がまとまったのでここに代入します。これマイナス 3×x×y ですからイコールマイナス 3×x は3で3と、 y はマイナス2ですからかけるマイナス2と、こう計算しますね。負の数2つ掛け算するのでこれプラスになります。サザンが 9×2 で18、これが括弧2の式の値ということです。大切なのは最初の状態で数を代入しない、で文字式をまとめてから代入して計算する、このことをしっかり覚えてください。次は等式の変形です。 x プラス 2y イコール5を変形して x イコールマイナス 2y プラス5、こういう形にすることを x について解く、このように言います。ある文字について解く、こういう形に式を変形するとき1年生の時に学習した等式の性質や移項、これを利用します。四角に次の等式を括弧の文字について解きましょう。括弧1番 3x プラス 2y イコール5、これを x について解きましょうと。これ x イコールという形に直してくださいということですね。この時x の入っている項、これを左辺、そうじゃないものを右辺、ね、このように、移動します。x の項は 3x ですから 3x を左辺、そして 2y は移行して 5-2y と、こういう形にします。で x イコールの形にしなきゃならないので係数の3が邪魔ですよね。
係数の3を消すために両辺を3で割ります。こう考えるんですね。とここ約分できて x だけになりますね。と x イコール3分の5マイナス 2y、 これが答えということになります。このこちらの部分ですね、3分のマイナス 2y プラス5でも構いません。括弧2番 m イコール2分の a プラス b、 これを a についてときますね。で a が入っている式、これ右辺にあるのでこれ左辺に持ってくると、この時どうするかというと両辺を入れ替えるという操作をします。つまり2分の a プラス b イコール m、 こういう形にするんですね。これ移行しちゃってマイナス2分の a プラス b イコールマイナス m なんてやっちゃう人いますけれど、これは全てを入れ替えるだけなので符号は変わりません。でまず分数の形になっている時には分母を消す、こういう操作をします。分母は2なのでこの2を消すために両辺に2をかけます。つまりかける2かける2、こう考えるんですね。とここ約分できちゃって a プラス b イコール 2m という形になります。で a プラス b となるので b を今度は移行します。 a イコール 2m マイナス b、 これが答えになります。もちろん a イコールマイナス b プラス 2m でも構いません。3番です。 v イコール3分の 1sh、 この h について解きます。 h が右辺にあるのでこれ右辺と左辺そのまま入れ替えますね。3分の 1sh イコール v となります。分数の部分があるのでこの分数の部分を消すために分母と同じ数を両辺にかけます。分母3ですから両辺に3をかけると、こういう形です。とここね、なくなっちゃいますよね。 sh イコール 3v となって h だけ残したいと。 sh になっているので s と h 掛け算しているので邪魔な s で両辺を割ってあげます。とここは消えますね。h イコール s 分の 3v、 これがカッコ3番の答えになります。ではカッコ4番ですね。 l イコール2カッコ a プラス b カッコ閉じ、これを b について解きます。 b が入っている部分が右辺にあるので左辺に持っていくために両辺を入れ替えます。2カッコ a プラス b カッコイコール l ですね。でこれ分配法則でこれカッコ外してもいいんですけれど、このカッコの前の2だけを消すために両辺を2で割っちゃいましょう。と a プラス b イコール2分の l になりますね。 b について解くのでB だけを残して A を移行します。 B イコール2分の L マイナス A、 これがカッコ4番の答えということです。今回は式の値と等式の変形、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。